さあリベンジだ。しらばれた。ああ怖え。強い武器だろうと当たらなければ問題ない。そうだ、当たらなければ問題ない。狙いをつけさせるな。頑張って。全員フィデルの指示に従って攻撃。よし、早く来る。あの武器に狙われないように動き回れ。あの武器よりグレイブの方がね厄介だ。これ土から出てくるやつが。頑張れよミキちゃん、頑張れよ。総破弾、逃がすか。逃がすものか。よっしゃ。いやー本当にね、ちょっと戦いな慣れてきたつもりなんだけど、ガードこれ下手でね、まあ、じゃんけんに負けるんですよ。まだでもだいぶ火力は上がってるね。よしよし、さあお前これでも食らえ。俺が耐えられるなら耐えてみせろ。これ強いよ。リセリアルブラスト強すぎワロしかも知らねえだとこいつ、なかなかのタフガイだな。あれ必殺技なんですよ。なんていう技だってあれ。エリアルブラストって書いてあるか。エリアルブラストはちょっと違うか。ごっつごついけ、ごっつごつ。ほら、よしよしよし、来てる来てる来てる。もう一発いけ。くらえ。これが耐えられるなら耐えてみせろ。イセリアルブラスト。イセリアルブラスト。この羽がやばい、かっこいいよねこれ。やべやべ。死なないだと。どういうことだ。こいつ体力無限なんじゃねえか。なわけねえか。減ってるよな。減ってる減ってる減ってる。回復してる。バカだ。この私が。こんな。よっしゃ楽勝。来たねこれ。あ落ちた。じゃあな。どこ行った。大丈夫かあいつ。生きてんのかな。え。無事か。まあいいけど。あれ。どうしたお前ら。死体の回収は難しいでしょう。あのわけのわからん武器も持って帰りたかったっすね。完璧を求めすぎるな。任務達成だ。よくやった。これで当面の脅威はなくなったはずだ。ありがとうございました。さあ村へ帰ろう。お前らくっつきすぎる。みんなが吉報を待っている。お前らくっつきすぎだぞ。俺が嫉妬するだろう。いやよかったよかったよかった。ちょっとあれだな。お、なんだ明るくなったぞ。アップルルンじゃなくてでしょ。ちょっと今日ねエイプリルフールだからさ、いろいろ遊んでたんだけどね、遊んじゃったというかツイッターのアイコン変えただけなんだけどさ。お前ら遅いな、なかなか。あ、俺が走りゃいいのか。いやーどうですか。あれ一個だけね言いたいことがある。富山奈央さんのコメントの時だけ声を大きくしてほしいって言ってたんだけど無理だからどう頑張ってもそれ録画中に音の音量変えれる機器を買わなきゃ無理だからな。でここから戻りゃいいのか。もう、まあ、スターレ村に、戻りましょうかね。ちょっとその辺まではカットかな。それかもしかしたら会話があるかもしれない。まあ、雑談してでもいいんだけどさ。ちょっとスキルでもあれ覚えれるかな。アースグレイブってやつがね手に入ってるんだけど、ちょっとねミキちゃん覚えられそうにないんですよ。なのでフィオーレが多分アースグレイブを覚えられるということなんでしょうね。いやー本当にねなかなか難しい。それなんて言うんだろう、現段階ではコンボがまだ1、2しかないんですよ。でバツ押すとまた1、2なんだけど、その速度にねまだ慣れてないっていうか、他のこういう RPG 系のゲーム、まあ戦闘して進んでいく感じのやつもうね結構テンポよく殴りまくれるやつがをやってたんで、まあ、どのゲームとは言いませんが、この実況では。ね、なかなかね、勝手がつかめない、まだ。でも、なんて言うんだろう、じゃんけんに勝つと、相手が強攻撃やるときに弱攻撃を打つと、普通にブレイクできるんですよ。だから、それをうまく使わなきゃいけない。だから、これは戦闘は、ジュパジュパやるより、なんて言うんだろうな、じゃんけんに勝って、無傷でやるみたいな、ね、感じのゲームなの。ああいう時にガードがうまく決まればな。あとガードをジャストでやると、まあ、カウンターができるんで、それもいいよね。よいしょ。ねねねはいねねねじゃねえよ俺。よしよし快適だねまだ。まあ、敵がだんだんねなんかレベル差が開いてきて楽になってきて。こんなものかな。しゃあセーブしとく。どうする。まあいいか。また痛い目に遭うぞ。実況外でセーブするようにしてるんだけど、ね、一応さあ着いた。
かったか。心配したんだぜ。やっぱり俺も行くべきだったって何度も何度も後悔してさ。あーでも無事でよかった。でエイタロンはどうなったんだ。落ち着けよ。もっといいニュースだ。全部片付いた。村はもう大丈夫だ。マジか。よっしゃー、さすがだぜ大将。これで安心して暮らせるじゃん。みんな聞いてくれ、あいつらはやっつけられたってさ。これで平和に暮らせるぞ。ああ、レスリア正規軍の諸君、スタール村を代表して感謝を申し上げる。君たちの尽力により我が村の危機は過ぎ去った。なんとお礼を申し上げればよいか。いや、盗賊団の殲滅は軍としての務め、礼など不要だ。あ、そうそう、忘れてた。あの女の子、目を覚ましたぜ。お、マジか。本当？フィデルの家にいるから会ってこいよ。ちょ、なんて子なんだろう。あの女の子のね、ボイスが気になるんだよね。誰なんだろう。てか、あの女の子って重要人物なのかな、やっぱり。でも重要じゃなかったらここに隔離しないよな。まあ、隔離っつうかこね、フィデルが連れ去っただけなんだけどさ。いやー、幼女目覚めたか、ついに。あら、目が覚めたのね。よかった、心配してたんだよ。覚えてないかな。この村に来てから2日以上君は眠りっぱなしだったんだよ。僕の家だよ。スタール村って知ってるかい？めっちゃ可愛いな。じゃあお家はどこだか思い出せない？お名前は？リリア。名前はリリアなのね。でもどうしよう、他に手がかりなしか。困ったな。覚えてるかな、あの敵の動きがピタッと止まって動かなくなったのは君がやったのかい？怒っているわけじゃないよ。むしろあのおかげで助かったんだ。もしリリアの力だったのならお礼を言わなくちゃと思ってね。ありがとう。こんな小さな子なのに両親から引き離されてかわいそうだね。両親か。せめて何か手がかりがあればね。額の樹印、あの時の？でも全然私の知らない樹印だったけど。フィオーレさんに聞けば何かわかるんじゃないかな。あ、そっか、あの人ランドックの樹印研究員だったね。でもどうやったら会えるかな。ビクトルさんに頼んでみよう。なんとかなるかもしれない。ちょっと聞いてくる。これ味方よな。なんか冒険についてきてるとこ見たことがあるぞ、これリリア。ちいちゃつぎてさ、アングルで攻めれないっていうね。あ、なにこれ、めっちゃ可愛いめっちゃ可愛い。なにこれ、やば。誰が衣装を決めてくれたんだろうね。あら可愛い。わあ、もっとミキちゃんと並んでほしいな。おお、いいじゃないですかね。え、これ帽子かぶるとまた全然違うね、雰囲気が変わる。とりあえずフィオーレの元に行かなければ。ごめん。ここの村の服なのかな、あれは。ね、似てるね、こういうこの子たちとね、少年たちの。だからあれは割と子供用の服ってことでオッケーなんだろうな。でもあの子は絶対すごい強くなる気がする。バリバリの魔法使いになる気がすると。まあむしろもうね、呪術師っていうんだっけ。もう出発ですか。戦争中だからな、早く戻って戦列に復帰しないと。ちょっと頼みがあるんです。僕とあと一人、一緒にオートまで連れて行ってくれませんか。オートに？
フィオーレさんに会わせてほしいんです。ブルネリ殿に？どうしてだ？記憶をなくした少女がいるんです。かなり特殊な順位を持ってるんで、フィオーレさんに聞けば何かわかるかもって。その子を両親の元に返してやりたいんです。力を貸してください。断る理由もない。彼女は今中央レスリアにいるはずだ。多分会えるだろう。ありがとうございます。恩に行きます。すぐに出発する。準備ができたら声をかけてくれ。おー、で装備品とか変えれるかな。ちょっと 見るか。これね、一つだけ言いたいんだけど、装備品マジがね、あのとてもいい子なんだけど、街がリアルに作られすぎてて遠い。わかる。ここ登ってかなきゃいけないから、この向こうまで。これだけがね厄介。ま、でもね、この街をリアルに作ってるがゆえの代償っていうかね、そんなもんだよな。で、あのね、中村さんがね、キャラの名前をね、下の名前で言うんですよ。まあ、まあ、例えばフィオーだったらブルネリドロって言ってたじゃん。ね、覚えられない逆に覚えられない、俺が。で、武器あるかな。あー、変わらないな。もう持ってるやつばっかだな。あー、オッケーオッケー。じゃあ、戻りましょう。行きましょうか、向こうに。すぐ出発だ。本当？って、もう出発なの？急いで準備しなきゃ。え？ついていくに決まってるでしょ？フィデル兄だけに任せておけないもん。あ？ん？そうよ、お出かけね。もちろん私も一緒だよ。なんだ、お着替えか。着替えにタオル、保存食、準備よし。さ、行こう。どうしたんだろう、元気ない。ん？あ、メンバー入った。なんかすごい BGM いいね。ピアノの感じ、弾き語りっぽくて。おお、やっぱ MP めっちゃ高えわ。で、スキルが、取得してみるか。あれ選べない。なんでだろう。そういう感じ。まだちょっと行きましょうか。え、今 BGM ずっとこんな感じか。いいな、俺もこんぐらい弾けるようになりてえな。ねえ、モテるだろうな。あ、なんだ、フィデルたちが助けた謎の少女リリアですが、バトル中に操作することできません。どういうことだ。そういうキャラなの。へえ、バトル装備も変えれないし、スキルも変えれないって。それはまだ現時点でってことかな、だと思うけど。さあ、じゃあ、なんだっけ、あのキャラの名前、いや忘れちゃった忘れちゃった、っと名キャラの名前が未だに覚えられねえ。もう2時間ぐらいやってんのにさ。おい、フィデル、なんだ、またどっか行くのか。誰だ。あ、いた。ああ、ちょっとオートまで行ってくる。一人だからって修行をサボっちゃダメですよ。来たな。準備はいいか。さあ行きましょうよ。グンターさんやハナさんは一緒じゃないんですか。彼らは先発した。その子が。ん？あ、そうだよそうだよそうだよ。怖がらなくて大丈夫だよ。一緒にオートまで行くんだ。喋らないね、あんまり。こっちも出発だ。フィデル、ミキ、気をつけていけよ。ああ、村のこと頼む。任せとけって。いいアングルがありすぎて困るな、このゲームね。カメラアングルが自由なのはさ。行ってきまーす。行ってくるよ。じゃあな。行ってきまーす。行けないよ。あ、喋る。どうした？どうした？
あ、行けってことね。喋るのずっと待ってるんだけど全然喋んない。なんだろう、そこがまた可愛いんだけどさ、ちょっと戦闘したいね。まだねワープが使えないんだけどね、今後ワープが使えるようになるんですよ。いやこれもカットでいこうかな。ちょっと戦闘しましょう、まずは。よいしょ、やってやるぞ。はい、だ敵を確認。なんか魔法打つかな。あ、打たないね。まだあれか、現時点ではあんまり攻撃してくれない感じ。あ、頑張ってって言ってる。おじちゃん。おじちゃんって呼ばれてるぞ、うちらって言っちゃった。先を急ごう。やったね。じゃあまた次のイベントがあるまで、カットしますね。ビクトル、遅かったな。喋んないの？あれ？え？あ、ビクトルさんが来てたね。無事任務を完遂いたしました。詳細な報告は後ほど。我々ももう行かねばならない。お前も早く期待しろ。大隊長殿はどちらへ？前線だ。国境が突破されたのだ。まさか。トレクール軍が国境を越えてソルトビューまで迫っている。ここが生命線だ。今戦力をソルトビューに集中させている。それで大隊長殿もこんなに早く。私だけではない。すでにダリル殿やランドックの術師殿もソルトビューに向かわれている。ブルネリ殿も。自分もすぐに前線に向かいます。うん、急げよ。なんか戦争始まる感じ今から。聞いての通り、ブルネリ殿はここにはいない。本来前線に君たちを連れて行くことなどできないが。自分たちの身は自分たちで守ります。いいだろう。よし、行こう。ちょっと雑魚的狩りすぎて、もうこの実況実はね40分オーバーなんですよ。相当雑魚的狩りが楽しくてさ、ずっと飼ってたでね。レベルとかそこそこ上がったんですけど、 HP が2000突破したというね、とても素晴らしいことに。でもスキルは変わってません。だからストーリーを進めないとね、しっかりと。で、装備もねそこそこ変わりました。このね、あれ、あ、違う、ビクトリーじゃなくてこれファルシオンっていう、ね、この武器マガマガしいよね、これになった。で、まああとは特に変わってないから、ロールもそんなに変わってないです。ロールを見せとくか一応。ロールの設定で今こんな感じですね。アタッカー4、ATK ブースト2、エースがレベル2、プラントキラーもレベル2と。まあこんな感じで。でね、ミキちゃんはね、キャスターを、上げてます。回復もいいんだけど、攻めてほしいと思って、これを上げて。で、作戦がね、手数を優先し、積極的にスキル攻撃を仕掛けるというね、感じになっております。まあヒーラーもつけてるから、回復もしてくれるからね。で、この子は、リリアちゃんはまだね、なんていうの、リリアちゃんのスキルは、なんかバフ系、自分の能力を上げてくれる。まあ例えば防御力を上げたりとか。ね、攻撃力を上げてくれたり、防御力を、魔法防御を上げたりとかね、してくれるみたい。さあ行くぞ。ここでどうすんだ、どこに行くんだこれ。こっから戦争がちょっと始まってバトルみたいな感じ。あれ、あ、向こうだ。ちょっと向こうまで行ってくるね。あ、待ってよ、なんか今青いのなかったか。なんだあの青いやつ、なんだ魔法の旅の扉みたいなのが。旅の扉見つけたぞ今。お、なんだ、なんかこれあれだぞ、ドラクエでも見たぞ最近。おい、入るって書いてあるよ。あれ、何事もなく入れちゃったよ。大丈夫これ、え、嘘、いいの。どうする、また今日、ん、何これ。カテドラル、フィールド上に突如、出現する漆黒のゲート、飛ばされてしまう謎の大聖堂ダンジョン。何これ、ちょっとやばい。ひとたび奥に進んでしまうと完全は、え、ちょっと待って。心の準備ができてないようだから素直に帰ることを推奨って書いてあるぞ。おいおい、え、行く、行ってみますか。ちょっと待ってよ、セーブするとこあるのか。これ絶対あれだよな、初見殺しだよな。そんな気がする。ちょっと今回はここまで。次回この奥を行ってみましょうね。
でセーブしてまた戻ってきますんで次回のパートに行きたいと思います。うわー楽しみだけど怖え、絶対初見殺しだよな。それでは次のパートもよろしく、バイバイ。